皆さんこんにちは。動画をご覧いただいてありがとうございます。えー、日本食がですね、いわゆる日本料理ですね。まあ、初めて無形文化遺産、これに登録されたのがもう2013年なんですね。まあ、それ以前からね、日本食っていうのはいろいろ評判が良くて、海外でも、まあ、たくさん店がね、あったわけなんですね。 現在では一応あの、まあ、日本食というこのレストラン、まあ、海外にあの10万店ぐらいあるわけなんですねそういうふうに言われておりますが、まあ、ただあの日本人以外の人がやってこう日本食というこの冠をつけているという料理屋もです、ね、かなりあって、まあ、こういったものが非常にあの、まあ、また何万店とあるわけですね。 これはのいわゆる日本食のレストランと言われている、まあ、現在10万点ぐらいのものとは別に、ねまあ、存在しているわけでそれもですね、まあ、いわゆるこの日本食レストランあどん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 ん毎年すごい数増えているわけですね。まあの自然の素材をそのままですねなるべく生かして、えー、食事にすると。 あの味を楽しむとこういうことはの日本人ずっとあの考えてきて、まあ、こういった料理というのもあまり世界にないわけですね素材を生かしたこういう料理の仕方調理法、えー、これはまあ日本のね文化とともに発展してきたものなんですが、まあ、これは日本人の人は、ねまあ、世界で一番繊細だと いうことはのよく言われるわけなんですがまあそういったこととあまり無関係でではなないいととううことのようなんですね、まあ、それであの、まあのま日本食はまあ健康にいいとかね美容にいいとかそういったこといろいろあの言われておるわけなんですがまあ海外ではまあ,あの例えばの女優のアンジェリーナ・ジョリーなんかがですねあの共演した日本人の女優 に対してですねその,その女優さんの、まあ、肌っていうのは非常にあの綺麗で繊細であの美しかったものですからアンジェリーナ・ジュリーは思わずね彼女の手を取って、ね「日本人はなんでこんなに肌が綺麗で繊細なの?」と「日本食を食べるとこうなるの?」ということはあの聞いたそうなんですね。まあ、確かにあの日本食の、ね、自然の素材をそのまま生かす調理法と無縁ではないかとは思います。 まあそればかりじゃないんですけどねまあそういう形で、まあ、いろんな意味でですね日本食といったものが世界にあの大きなの評判を呼んでいるとでこうしたのアンジェーナ・ジュリーのこうした面もですねまあ世界に広がったこともあるわけですね今の、ね、あの日本食のレストランとして一番あの多いのがですね あの北米なんですね北米が実はあの一番多いんですね、まあ、アジアに多いかなとあの思う人も多いかもしれませんけど、まあ、実は北米ですであのヨーロッパも非常に多いんですねで、まあ、ヨーロッパと、まあ、アジアとは大体、まあ、同じぐらいではないかと言われておるわけなんですが、まあ、それから、まあ、あの中南米の方が、まあ、多いわけですね。 実はあの、えー、アメリカはですね、アメリカ、カナダですね、北米、まあ、特にあのカリフォルニアの方面ですね、あの日本の移民というのは結構多いんですね、まあ、昔からかなりあの多いわけですが、特にやっぱりあの一番ねここであのアメリカで流行ってきたその原動力となった、この、えー、いわゆるこのアメリカの西海岸の方のですね、 ここがあの日本食発祥の地であるんですね。あの、アメリカにおいてのということで、もう非常にたくさんのあのレストランもあります。で、ここではあの皆さんね意外に思われるかもしれませんが、まあ、ナイフやフォーク、まあこれも当然置いてあります。まあ、使いにくい場合はですね。箸使いにくい人はやっぱりナイフやフォーク使うわけですね。 まあ、ビートルズもあの日本に来た時にはねあの箸がなかなかうまく使えなくって、まあ、両手で箸を持って使ったりとか、まあ、いろんなことをやったそうですが実際今あの日本食のレストランに来るねこういう外国人の方、えー、箸を使って食べる人非常に多いんですね。で見ていても非常にあの今箸の使い方が上手な人も多いです。 アメリカ人というのはですねあの日本文化の好きな人、今、非常に多いんですねで。日本人の好きな人も非常に多いということであの、まあ、ジャーナリストのねマイケル・ヨンさんなんかたびた紹介させていただいてますが、まあ、アメリカ人っいうのはみんなの日本人好きなんだしねってそんなこと言ってるんですね。 日本食、日本料理、まあ、一番やっぱり人気になるのは、まあ名前が出てくるのは、やっぱりの寿司とかですね、あの、まあのま日本風のこのラーメンですね、また、ああのまあ、たこ焼きなんていうのもね、結構、向こうでやると結構あの売れてるんですね、私、学生時代にですね、ちょっとアメリカあたり行って、たこ焼き屋でもやろうかなと思ったことあったんですね、これは絶対売れると。ということで、今、あのたこ焼きもすごく、まあ、あの人気ですよね。 日本に来てわざわざたこ焼きを食べる人も多いようですし、まあ、こういったお好み焼き、まあ、それからあのまあ日本風の,のカレーですね、えー、これはあのカレー本場インドなんですがインドのカレーと日本のカレーも全然違うんですねで日本のカレーも結構あのまあ人気が高まっているということでまあ逆にねあのインドの方にこの日本風のカレーが進出しているぐらいなんですね。 で結構ねこれはあのインド人にもあのこれ美味しいという風なな評判を呼んでいるようですよ。まあ、ただの海外でね日本食食べて、まあ、日本食、まあ、このぐらいのものなのかなというふうに思う人もあの多いようなんですがあのただのそれはね本来の日本食ではないというケースがかなりあの多いみたいなんですね。 えー、あのなんちゃって日本食っていうのは結構ありますので,でそういう人たちが、ね、日本に来て、まあ、日本食実際に食べてみてもう全く考えが変わったとで実際、本当にこんなに美味しいものだとは知らなかったということを言う人も多いんですね、まあ、特にこの、えー、見た目の芸術性とかですねあの、まあ、器と料理との,この調和とかですねこういったのはもう他のどこの国にもないものだと。 いうことでまあ、やはりあの日本人っていうのはまあどこの国のねあの人たち料理人よりも、まあ、食の芸術ということをこれ分かっているんだろうなとで見た目にね美しいものをやっぱり食べると美味しく感じるっていうのはやっぱりあるんですねそういうことをずっとあの日本料理っていうのはまあ追求してきてですねまあそれあの一面ですよそれすべてじゃないんですがということでまあ、こういったところがねすごくもうワクワクすると。 それがあ,のあれだけ素材をねシンプルに生かしたえ料理と調和してるっていうんですからこれは本当にあのびっくりすするんですよね日本食は最初はねなかなかのとっつきにくいところがあると考えるまあ外国人も多いわけですね、まあ、刺身とか寿司とかっていうふうにああいうふうにあの魚をですね 生で普通にこう食べるとあのもちろん生で食べてる料理ありますよ、あのフランス料理なんかにもありますしね、ねイタリア料理もありますし、あのただ日本のようにあの、ああい刺身とか、寿司とか、ああいう、ま、調理はないわけですね。あれもただ、魚ね切って、切ってるだけじゃないですからね、そこに至る過程で初めてああいうものができていて、まあ、その切り方一つで全く違ってくると。 いうこともあって、まあ、まさにあの、まあ、シンプルであるけれどもその至る、ま、そこ至るまではもう非常にねあの複雑な過程が実はあるわけなんですね。でこういったものを最初はあのやっぱりね抵抗があって食べなかった人も、えー、日本にいてこういった刺身寿司こういったものを食べていくと、まあ、この美味しさにまあぞッコーンという形でですね、まあ、非常にあの美味しいということで虜りになっちゃう人も多いんですね。 例えばあのケント・ギルバートさんもですね、まあ、カリフォルニア州の,あの弁護士の方ですね、えー。最初来た時にはやっぱりあの日本食にはそんなに馴染めなかったようなんですが、まあ、ましてこういうね、えー、刺身とか寿司とかこういったものは向こうでもちろん食べなかったわけですね。しかし食べてみたら、まあ、すごく美味しいもんだからこれはね、まあ、本当に今大好物みたいですよ。 まあ今海外でもね生理部たちの間でも、まあ、日本食といえばこの美容であるとか健康であるとか、まあ、こういったことに最もいい食だということであの日常の生活にねどんどんこの日本食を取り入れているという人もあのまあ多いみたいですねまね、あ、いわゆる味噌汁ですね味噌汁スープというふうにあのね向こうで呼んでますけどもこの味噌汁もですね非常にあの好まれるようになってきているわけなんですね。 えー、私たちが、ね、思う以上にあの、まあ、海外で日本食、えーね、愛されているわけなんですが、まあ、実際日本食に、ね、詳しい人たちも本当にたくさん出てきておりますしねでこの日本料理のこの評判なんですが、まあ、実は、えー、今年もですね世界最高のレストラン、まあ、1,000店ね選ぶラリストっていうのがあるんですけれども、えー、これでですね え実は日本のレストランが、ま、世界最高峰をあのトップですね。ここにあの選ばれたんですね。もう2点があのトップに選ばれております。1点はの東京の,あの日本料理店、リュウギンですね。これはの、山本誠司さんがあの、えー、経営しているお店なんですが。 えー、こことですね、えー、さらにあの、えー、菅陽介さんが営む、これ、ちっちゃな、ね、レストランなんですね、20席ぐらいしかないんじゃないでしょうかね、えー、ここがですね、あのこミシュランガイドにもこれ、入ってないんですよ、ここ、えー、じゃこの菅陽介さんの,、ね、このレストランは、えー、星、全くないんですが、まあ、実はあの、まあ、今回、いわゆるこの、えー、パリとアメリカのね、 えー、レストランと並んでトップにここも踊り出たわけなんですね。えー、スガラボというお店になります、えー。このトップ1000店ですね、世界のトップ1000店、この中に、まあ、最もあの多くの店が選ばれたのがこの、まあ、日本なんですね。えー、この中にあの130店舗入っております。 またあのこの日本食もですね昔、の寿司とかラーメンとかね、まあ、こういったものがあの非常に多かったわけなんですけれども今、ほ他にも日本食たくさんありますんで、ね、あのでうなぎであるとかですねおなじゅうであるとかうな丼ですねあるいはカツ丼であるとかこういったところも相当ねあの皆さん食べてこの美味しさに感激している人多いみたいですよ。あののパックンなんかはですね、えー、この 日本に来てこの初めてこのお味しさにもう本当にもう感激したって言ってましたね。こんな美味しいものを食べたことがなかったということであのねすごく本当に感激しておりましたね。えー、パックンこの時あの麦茶をね日本で飲んでこの麦茶も本当に美味しくてびっくりしたっていうようなことを言っておりました。 まああとあの麺類ではね、あのラーメン、日本風のこのラーメンっていうのは非常に評判ではあるわけなんですが、まあ、例えばあのデープ・スペクターさんなんかはね、ラーメンなんかより私はもうそば派であるというふうにあの言っておりましたね、あの日本そばですね。えー、このそばについてもね、かなりハマる人があの出てきておりみたいですし、えー、また、のうどんが好きだという人も結構実は多いんですね。 まあ、ラーメンがねかなりあの確かに多いことは多いのであのテレビなんかでもラーメン食べてる外人結構多いでしょただあのやっぱりねこうした人たちにまたそばとかねうどんとかといったものをこれ、えー、教えてあげればまたね、えー、そうした好みも変わってくるかもしれませんけどね、まあ、ただあのラーメンもね国民食でありますし、えー、日本人一番麺として食べるのはやっぱりラーメンが一番多いんじゃないでしょうかね 皆さんはどのように思いましたかご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。チャンネル登録し